なこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ倒していきたい。今回なんですけれども、トヨタピックじゃ最新情報がやばいんで早速やっていこう。ちょっとみんな朝マジで早く撮ってるんですけど、最新情報が本当にやばいから、ちょっとねまとめていきます。早速やっていきましょう。またまたハリーなんか大げさになんか言ってんじゃねえのって思ってるでしょみんな。いや違う、ガチなのこれ、ガチ本当にやばいんだよ。何かっていうと、ジャンプフェスタ情報です。ですね、みんな気になってる次の新超別編キャラクターいつなのっていうのね、みんな気になってると思うんですけど、一番ね候補として挙がってましたジャンプフェスタ、ここみんな気になってたと思うんだよね。で実際ね、ジャンプフェスタの動画も何本か上げてきました。そっちもね詳しく紹介してるんで、ぜひね先にそっち見てほしいんですけど、ジャンプフェスタ情報第2弾で入ってきた最新情報です。超別編キャラクター今年ないかもしれません。拍手できない。いやないかも。みんなどういうことかっていうのね、一個一個一緒にまとめていこうぜ。まずですね、ジャンプフェスタ最新情報がすでに更新されています。はい、ということでこちらがですねジャンプフェスタの情報になっております。11月26日11日に公開になりますということで、みんなこれいけるんだよね、ということできるんで、オーバーコチャってどこかぜひ入ってみてください。まあ、気になってるのそっちじゃないんで、もうジャンプフェスタの情報でね、バウンティーラッシュが出るところっていうのがすでに決まってるんです。ちょ、どこかって言いますと、今だったらねジャンプフェスタアミューズメントとかで出てたんだけど、なんとですね去年あたりからメーカーベースっていうこっから出るようになったんだよね。このメーカーベースのところにあります、いろんな企業のところにあるバンダイナムコ、こちらメーカーベースってとこがあるんですが、なんと今年売り出してんのがサンドランド呪術廻戦の新ゲームとなっております。ラッシュないんだよね。まだ今これなんじゃないのって思ってる人多いと思うんですが、違うんだよ。去年もね実はバウンティラッシュこうやって紹介されなかったの。去年何だったかっていうと、こちら2022年10月12月17、18、まあ去年のサイトになってるんです。でこちらもうすでに終わってるんですが、見てほら、ワンピースオデッセイなんだよね去年ね。でオデッセイと下にあるドラゴンボールザ・ブレイカーズと、こちらがですねおすすめとして上がってまして、バンダイナムコとこれ売り出してたんだよね。で実際バウンティラッシュどうだったかっていうのをね、下の方見ていくと、バーって見ていくと分かるんですが、なんとバウンティラッシュは、はいこちら何にもないわけ、映像だけでした。はい、ということでバウンティラッシュ去年ジャンプフェスタの記念イベント祝わなかったんだよね。今年も実はこんな感じで、ドラゴンボールザブレイカーズとオデッセイみたいな感じでね、もうすでにサンドランドと呪術廻戦押しますということが発表されてます。これさ、もしかしたらワンピースのイベント情報ないかもね。じゃあなんでみんな超別編キャラクターばっか期待してたのかって話になってくるでしょ。実はジャンプフェスタ2022年の情報もあります。2021年12月18日19日、こちらがですねヤマトが登場した年のジャンプベスタイベント情報、バンダイナムコバージョンとなっております。バンダイナムコメーカーブース見ていきますと、なんと配信番組っていうところでバウンティラッシュあるんだよね。ワンピースゲームステージスペシャルステージということで18日発表されてました。まあ、こんな感じで配信スペースっていうところでね紹介されてるんだよ。それだけじゃありません、他にも配信イベントとしてね、こういう風にナルトのイベント、ドラゴンボールのイベントとかっていう風にあるんです。しかもさっき見てたところではさ、ほら配信番組ステージ私有ってこの3つがついてんだよね。去年のやつ見てほしいんだけど、さっき見たやつではさ、ほらステージ配信なし、私有なし、映像のみということで、実際に僕も去年行ったんですが、バウンティラッシュ映像しかありませんでした。まあ、こんな感じでもしかしたらですね、今年はサンドランド呪術廻戦を押すってことでバウンティラッシュ配信ないかもしれません。配信がないっていうことはヤマトみたいにねイベントがないってことになってくるので、新超別編キャラクターの登場これもないっていう形になってきそうだよね。いやちょっと驚きじゃない。超別編キャラクターみんな期待してたでしょ12月だと思いまして、今回この動画撮っております。ということでここまでまとめていきますと、バウンティラッシュの配信情報だったりというか、バウンティラッシュが去年と傾向が全く同じで、逆に言えばヤマトが登場した年のジャンプベスト配信との情報公開とは全く違ってきてるよっていうことをねお伝えしています。さあじゃあちょっと気になってくるのは出展内容の他ね、配信内容とかスケジュール、これどうなってんのって話じゃない。実際にまだ情報として出てるのは呪術廻戦とかの情報しか出てなくて、バウンティラッシュとかねワンピース系の配信がもしかしたら今後あるかもしれないじゃんって
みんな思うよね。こちらの情報がいつ公開になっているのか、これもね一緒に見ていきましょう。はい、ということでこちらがですね、バンダイナムコエンターテイメント、我らがバンダイナムコさんのホームページになってます。ここにですね、ジャンプフェスタと入力しますといろんな情報出てくるんです。でこの中で注目してほしいのが、過去のね投稿したジャンプフェスタでイベントを行いますよっていうね、イベント新着情報っていうのを公開してるんだけど、これ見てほしいんだよ。ヤマトが登場した年2021年12月7日この日にワンピースの出展を行いますよっていうことで発表されてるんです。しかも配信スケジュールとかも公開になってるの。それがねさっき紹介したこちらなんだよね。これが12月7日に公開されてます。去年どうだったかっていうと、なんと11月24日にバンダイナムコ出展しますよってことで、特設サイト見てくださいということでこちら公開されてるんです。この時もねもうバンティアショー情報出てなくて、ジョジョも出てた、デジタルモンスター出てた、ヒーローアカデミア、ドラゴンボール、そしてワンピースオデッセイと、これだけが公開されてました。ということでもしかしたらねこの流れでいけば、最低でも早くて11月中旬から12月上旬の間ではね、こんな感じでスケジュールの発表がされるかもしれませんが、傾向としては去年と全く同じなので配信がないかもしれません。その可能性はちょっと高くなってきたよね。一応スケジューリングとかね、出演する方との合わせとかもあると思うので、まあその辺はね都合がついてから発表になると思うんですが、まあ今んとこ情報がないよってことでみんな確認しといてね。おい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 、ハリー、こんなにないないばっかり言ってるけど、じゃあ結局無課金の人何期待できるんだってことになってくるんですが、これね2つのことについてめちゃくちゃ期待できるようになってきたわけ。まず1つ目が、去年と全く同じルートてるよってことなんだよね。みんな去年のイベントの傾向覚えてる？11月下旬何来ましたか？そう、7000万ダウンロード、おでん復刻だったよね。おでん復刻の時は50個のダイヤに加えて交換所イベントミッション等増えまして、合計60個以上配布されてるよ。そして第2弾の傾向で7000万ダウンロード第2弾、マルコ登場してるよね。マルコの時も記念配布50個あったよ。そして第3弾誰だったか覚えてる？そう、キング登場したよね。フェス限キャラクターでみんなもゲットできる可能性があった今でも活躍できる赤ゲッターキング、12月下旬だったわけ。そしてそして続きます、12月下旬の下旬よ、生配信告知があったでしょ。そして1月1日のニューイヤーでマムが登場しました。配信配布ではダイヤ配布がいっぱいあったよね。何が言いたいかと言いますと、そう、去年通りのルートと同じ道をたどればダイヤ配布がめっちゃ期待できるよってことなわけ。これめちゃくちゃ激アツじゃない、無課金の人。ジャンプフェスタのイベントは確かに去年も来なかったよ。だけどダウンロードのイベントとかダイヤ配布がいっぱいあってさ、キングの登場の時とかイベントメダルとかしかなかったわけだけど、その後ビッグマムの配布とかもあったわけじゃん。そして神獣街道の時もダイヤ配布があって、セールスランキング1位とかも取って、エンマゾーンの登場とそこに結びついたわけなんだよね。こんな感じの傾向とルート同じようにたどればダイヤ配布期待できるよ。みんな結局引いてほしいのは5周年超別なわけです。エンマゾーンと同じ日に登場することは濃厚な5周年超別は1月下旬になってくるので、この時期ダイヤ配布がめっちゃあれば貯められるわけなんだよね。みんな分かってきたんじゃない？ジャンプフェスタ逆にない方がいいかもね。ただね、ジャンプフェスタで超別戦キャラクター登場しちゃえばビッグマムとかが登場した枠と同じになっちゃうので、ダイヤ配布もその分期待できるわけなんですが、去年のようにねダウンロードイベントは来るかというとそんなわけじゃないと思います。だから2択なんだよね。ダウンロードイベントは来るか、はたまたダウンロードイベントが来てジャンプフェスタはないか、ダウンロードイベントがなくてジャンプフェスタがあるか、このねこの違いになってくると思います。どっちのルートをたどるのかみんな楽しみにして待っておきましょう。そしてポイント2つ目が、ジャンプフェスタバウンティの情報があった場合は11月下旬のフェス限キャラクターが期待できるよってことなんだよね。ヤマトが登場した年って11月下旬誰が登場したかみんな覚えてる？ワカレイリーだったよね。ワカレイリーってさ、赤犬が環境で一強だった時代に突如として現れたもう衝撃的なゲッターフェス限キャラクターじゃなかった？マジで激アツだったよな、あのキャラクターね。そんなワカレイリー級に超衝撃的なフェス限キャラクターが11月下旬に登場する可能性も見えてきました。この場合はジャンプフェスタでヤマトとかが登場するみたいな感じになってくるので、キャラ路線だよね、配布よりは。ということでここまでの傾向をまとめる感じにしますと、無課金者的にはダウンロードイベントが起こればダイヤ配布が去年みたいに傾向としては期待できるかもしれないし、逆にジャンプフェスタが起こってしまえばね、ダウンロードイベントとかがなくて新しい新超ベスに期待ができるって感じになってきそうじゃない？さあどうなっていくんでしょうか。もう激アツな最新情報でしょ。そのまま去年通りに行けばニューイヤー超ベスとかもつながって11月から12月のダウンロードイベントで少なく見積もっても250個以上のダイヤ配布、さらに超無線キャラクター登場すれば100個以上の配布が見込めるんで、もう300個400個台の配布が行われる大型イベントになってくるわけなんだよね。もっと言うなら
ニューイヤーのキャラクターマムは結局半年間環境を守ったわけで、ニューイヤーで登場するキャラクターがいるんだったらさ、もうあと2ヶ月くらいで環境を取るキャラクターゲットできるチャンスが来るんだよ。俺みんな激アツじゃないマジで。なのでまあ、ここからはまあ、個人的にね、僕がハリーが期待してることとしてまとめていきますと、まあ、11月はダウンロードイベント、12月の序盤もダウンロードイベント、12月後半から生放送実施、1月下旬に新調部戦キャラクター、この流れだと、まあ、過去の傾向をまとめてる限りではね、配布に一番期待ができる流れになってくるんじゃないかなと思ってます。みんなどうですか？無課金の人も期待できるのはこんな感じじゃない、まあ、むしろジャンプフェスタ来んなみたいな感じもあるよね。さあ、ということでますます楽しみになってきました。ジャンプフェスタ記念イベント来るんでしょうか、はたまた来ないでね、去年みたいなルートをたどるんでしょうか。いや、みんなどう？これやばくない？とりあえず無課金の人は今できることは変わりません。今取れるダイヤしっかり取っておこうって話になっております。1月まだ始まったばっかりです。11月の記念配布どんぐらいあんのか、過去の傾向をまとめた動画この後紹介していきます。ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。さあ、見ていただけましたどうでしたでしょうか。12月とあと1ヶ月くらいに迫っておりますジャンプフェスタの最新情報でした。みんなどう思いますか？ぜひねコメントで教えてください。見ていただけました、次の動画でお会いしましょう。ではまた。